次場面変わってホワイトベースですこのニュータイプシャリアブルの回転前回から続いて人間ドラマが多いんですよでやたら演技が複雑なのでちょっと一つ一つ説明しないとわかんないところがあるのであえて野望承知で説明してみますホワイトベースの廊下ですノックしてますブライトさんが入るぞと言って入ったら中にはセイラさんがいるんですねで2人で座るとでトランクを開けると中には金塊が入っている わけですねこんな時間に何かねっていうふうに言うからセーラーの方がブライトを呼びつけたのが分かります自分の部屋で。ブライトの部屋に行くんではなくて普通ね館長に相談事するんだったら。 兵隊が艦長の部屋に行くべきななんでですすけど、そうじゃないですね。わざわざ自分の部屋に呼んだということでセーラの慎重さというかですねブライト以外に知られたくないですねブライトの部屋に行くとそこに未来がいるかもしれないみたいなことを考えたかもわかんないですけどとりあえずわざわざ,わざ呼びつけるそこで近海見せるわけですね。ここでブライトは驚きます「兄さんそれはまた何で?」って聞くと「事情はいろいろとね」って言ってこれ以上言わないんですね。 で「兄は鬼子です」と「できないことを自分でできると思ってるんです」みたいなことをなんか急に感情的に言ってですね差し替えてでもっていうふうに考えるつまり「セイラは自分の兄を殺してでも兄がやろうとしてることを止めたい」っていうですね割と珍しくセイラの感情が出てくるシーンです。で「兄は鬼子です父の本当の望みを歪めて受け止めて自分ができるなんてキャスバル兄さんじゃありません」っていうふうに言うわけです。 それはあの一段聞いた後でですねえブライトがでって聞くわけですねセーラに言いたいだけ言わせて「で」って聞くと「ごめんなさいブライトこれこれっていうのはこの金塊ですねこれ兄が私にくれた金の延べ板ですこれをホワイトベースのみんなで分けてくださいそれでいいのかっていうとその方が私すっきりしますこんな自分勝手な言い草ないと思いますけど」っていうふうに言います。ここのののの二人座り位位置置関係でででそういうい話をした後すすねねブラライトがですねセーラの 手手のの上に自分の手を重ねねるんです、ね、セーラーの選んだ道は辛いぞっていうふうにですねそうするとセーラーはですねその手を拒否もしないんだけどもグッと握りしめるんですね自分の手をブライトの手を握るんじゃないですか握り拳を作るんですね。 これ何の演技かっていうとうね昔ね昔当時のアニメックとかねそういうアニメ雑誌ではですね、えー、ブライトちょっと、まあ、セクハラとは言わないんだけども未来さんみたいないい彼女がいるくせにブライトを言い寄りやがってとかですねだいろいろ言われたんですけども、まあ、実際違うわけですねここで描こうとしてるのは何かっていうと「セーラが選んだ道は辛いぞ」って言って手を伸ばすとセーラは払いいけないんですねそうじゃなくて自分の手だけを握り締めるんですよ。 で、これ拒否されたのとほぼ同じことだからですねブライト驚いてちょっと微妙な表情になって手を引っ込めるんですねで分かった以前と同じように君を扱うだけだっていうふうに言うんですよそうすると今度逆にねセイイラララががブブトトの手を握りりにに行くんんんでですすよよ。ね。ありがとう、うううさっていふ言これブライトさすがにね笑っちゃうんですよねなんかいや君の強さには敬服するだけだよ 頭で考えているほど楽なことではないと思うがまあ当てにするぞセーラーって言うとう立ち上がるんですね立ち上がったブライトの見た目で座ったままのセーラー姿勢崩してないですよ分かってるわって言うんですよここの演技もう一回再確認して分解で話していきますと要するにこれ何なのかっていうとセーラーが弱者になるのを否定したんですね セイラが同情される女である、弱い立場であるということを否定した。男の指揮官が手を伸ばしてきて、ああ、お前、辛いだろう、俺、わかるよって言った時にですね。それを拒否してるんですね。だからといって、手を振り払ったり、セクハラですって言ったりしないんです。そうじゃない。私はあなたに同情されるほど弱い女じゃありません。の演技なんですよ。 でびっくりしてですねブライトが手をどけるとですね「分かったこれまでと同じように君を扱うだけだ」って言うと「ありがとう」って言って手を握ってくるんですねつまり「館長のあなた大変よね」と「指揮官のあなた大変よねと」と「あなたの大変さ私はよく分かります」って言って手を握ってきやがるんですよね。こここののセーラ自ー、ね、自分分ががが弱いい女とととししして扱われるるをを拒否しながら自分が美人であるっていうことをしたたかに 使うこの強さですねそれにですねブライトはあ <laughs> きれ返っていや感心してですねいや君の強さにはすするだけだけよって言うしかないんですねここら辺のですねまあ、今コメントでマウント合戦って言ったんですけどまあそんなもんですねこの辺の富野義喜監督の「女は強くあってほしい」とか「強い女はこうだ」っていうのがもうすごい出てる演技なんですけどもここら辺の演技合戦って僕正直 テレビでガンダムを見ていた大学の時には全く分かんなかったし30代でも分かんなかったし40代でも分かんなかったんですよ本当に今回のゼミでやるために見ててようやっとずっとね大学生の時から不思議だったんですよここのシーンってずっと引っかかっててああこれはなんかブライトがセイラにです、ね、言い寄ろうとしてちょっとあの気弱くなったから言い寄ろうとしてそこで振られるシーンだなっていうふうに僕もすごい安直に 30年ぐらい考えたんですけども改めてこの演技の流れ見てでなんでここで笑って「君の強さには敬服するだけだよ」って言ったら今の解釈しか やっぱり、正解がないと思うんですね。弱い女同情されるべきかわいそうな女だっていうことを拒否しながら「お前の辛さがわかるよ」っていう男を否定しながら「私はあなたのしんどさがわかるわよ」っていうふうにですね言ってきて思わず笑っちゃうと同情されたら同情し返すっていうですねうまい返し絶妙な返しなんですね。 で、「「君の強さ敬服するだけだ当てにしてるぞ」って言うと「分かってるわ」っていうふうにですね姿勢全く崩してないで生らが答えるんですねまあここら辺のですね本当に演技合戦のうまさですね。 で、これでですね、まあ、ブライトさん、疲れ果ててですね、ブリッジに戻るとですね、正体不明のモビルハマーが接近してくるわけですね。もうホワイトベース、大変ですよ、ブライトさん、大変ですよ。ブライトさんの人生って、普通、私、あの、トニーだけだけが書いてた通り、普通は大学生でですね、コンパだとかですね、サークルだって言ってですね、日々、ウェイウェイやってていいのに、こんなことをやらされてるんですから、本当大変ですよ、ね。こんなやり取りがあった後、ブリッジに戻るとですね、正体不明の敵が てくるのでガンダムガンキャノンガンタンクあとまあ G ファイターですねせいらも出撃されるわけですね切り抜き動画をご視聴いただきありがとうございました私はこのチャンネルの中の人です私はクラスメートの女の子です本編の動画の後に二人で少し雑談したいと思いますので聞いていただけるとありがたいですよろしくお願いいたします 第39話ニュータイプシャリアブル今回はセイラとブライトのシーンの解説だったねそうだね今回は岡田敏夫の本家のチャンネルについたコメントを紹介します少し文章を修正しておりますがご了承ください考えてみれば絵であるブライトが下心を持って勝手にセイラの部屋に出向き手を握るなんてありえないんですよね制作者の意図を表すために ブライトに演技として手を握らせている。果たしてその意図は何なのか今回の動画でその点が明確になって、とても参考になりました。大体いいあんな近海のぎっしりの詰まったトランクなんて容易に持ち運びできませんものね。とはいえ、のこのこと女性部下の部屋を訪ねて、ここぞとばかりに手を握って、あわよくバーなことを考える一人の男性として見ても、ブライトは魅力的なキャラクターであることに変わりないです。 ぐっと拳を握りしめることで、ブライトの行為を拒絶する。でも、その心遣いにシャイを示す。なるほどなぁ。セイラのお姫様キャラが一番出ているシーンかもしれないですね。金の延べ板がどうなったか気になりながら、はや十数年お付き合いいただき、ありがとうございました。これからもこの切り抜きチャンネルでは、岡田敏夫のガンダムネタを中心に、動画をアップしていきますので、これからもよろしくお願いいたします。 ショート動画もありますのでよろしければそちらもお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。